上質の皮紙で作成されたイギリスの詔書。1638年の日付で風浪された風管紙が付いている。皮紙は動物の皮を加工して筆者の材料としたもの。なお紙と付くものの競技の紙ではない。紙の普及以前にパピルスと同時に使われ、パピルスの入手困難な土地では、パピルスの代わりに羊皮紙やその他の材料を使った。 英語では、パーチメントと、ベラムという二通りの故障がある。前者は、優れた、羊皮脂を生産していたという伝承の残る、ペルガモン王国の名に由来し、イタリア語では、ペルガメーナ、スペイン語では、ペルガミーノ、ポルトガル語では、ペルガミーニョと呼ぶ。後者は、古いフランス語の、子牛から来ている。これらの語の定義と、用語法には、歴史的にも混乱があるが、 中世以降、材料にかかわらず高級な、革紙を、イギリスでは、ベラム、フランスでは、ベランと呼び、一般の羊皮脂から区別するようになったということは、概ね言える。また、羊、ヤギ、子牛ほか、多様な動物の革が使われたので、日本語の、羊皮脂という言葉も、適当とは言えず、ベラムを、特皮脂と呼び換えることもある。である。 本校では便宜上用語は、洋皮紙に統一し、主として、ヨーロッパでの生産と利用について述べる。洋皮紙、職人16世紀ドイツの規範が中世の、洋皮紙職人はギルドを作り、製法の秘密を厳重に守っていたので、当時の製法は、あまり伝わってはいない。洋皮紙職人は寄生虫による傷や、皮膚病の後のない原皮を選び出す必要があった。古代には、 こうした疾病が原因で、羊皮脂の製造に適さない原皮は、かなり多かったとみられる。老獣の皮を使った場合でも、上質の羊皮脂ができるが、仕上がりは厚めになる。最も厚手の羊皮脂は太鼓やタンバリンの皮として、使われる。毛の色は、製品の色調に影響した。毛色が白い動物の皮からは、白い羊皮脂ができる傾向があり。 ブチのある動物の皮からは、一般に好まれる、かすかな褐色の模様のある羊皮紙ができたという。冷たい流水の中で時間をかけて、汚れを洗い落とす。次に毛を抜きやすくするために機械脂の水槽に入れた、石灰乳に10日間ほど皮を浸し、そのまびに数回木の棒を使って攪拌する。この工程で原皮の保存のために使われた塩分や、余分な脂肪分も取り除かれる。 水槽から取り出した皮は、中央が幾分高くなった木の台の上に広げ、両端に握りのある長い湾曲したナイフで毛をこすり取る。銀面の表皮が残っていればそれも削り落とす。こうして脱毛した皮は、石灰分を除くため、さらに二日ほど流水で輸すぐ。この石灰乳を使う方法は3世紀に発見された。温暖な地方では、 生皮を火の当たる場所に放置して皮を軽く腐敗させ、毛を抜きやすくする場合もあった。脱毛が終わってたっぷりと水気を含んだ皮に紐を、使い木枠へ強く貼る。近年では、皮の周縁に紐を結び、枠に等間隔でほじった穴に差し込んだ木栓に、紐の端を巻きつけ、木栓をねじることにより紐の張力を調整する。この際、白皮、または、 脱毛工程中につけた傷を見逃すと店長によって、皮に、円内種楕円形の穴が開くことがあるので、事前に傷を見つけた場合は、糸で縫い合わせる。どちらかというと実用本位だった、中世の修道院で作られた写本には、このような穴がパックリ開いたページを見ることは、珍しくない。こうしてピンと張った皮の両面、特に肉面を、三日月型のナイフで強く削る。 これにより皮が伸びるので、木線を回し木枠側の紐を締めて皮を常にピンと、張った状態に保つ。その後枠に張ったまま皮を乾燥させる。完全に乾いたらさらにまたそぎ取りを行う。皮の銀面の光沢が残っていると書きにくいので、この段階で残っていれば完全に削り取る。最終的に皮は太鼓に張ったそれのような状態になる。こうしてできた。 乾いて薄く不透明な洋皮紙は、皮の周焉の半端な部分を切り落として、大体長方形とし、さらに磨き上げ、インクの滲みを防ぎ不透明にするためチョークや石膏の粉末を振って、軽石で表面をこすり完成品となる。ヨーロッパでは、製品は、ダース単位で売買されることが多かった。歯切れはゴフなどを作る材料として、写本用とは別に売られた。 なお、これらの工程は、物理的な加工であり、川の構成物質であるコラーゲンを、タンニン等と、科学的に結合させるな飯とは、基本的に異なる。羊皮紙は、古代から、文学や神聖な文書の筆者に使われてきた。エジプトや小アジアの一部では、より安価で入手しやすいパピルスを使ったが、これはエジプトほど気候が乾燥していない土地では、 痛みやすくカビなどに侵されやすかった。このような理由で、ジョニパピルスは、羊皮紙に置き換わっていった。またパピルスは表裏で繊維の方向が違うため、裏面は、使いにくかったが、羊皮紙は両面を同様に使うことができた上に、冊子となってもパピルスに比べずっと扱いやすかった。2世紀頃、ペルガモント書館の蔵書はパピルスから羊皮紙に置き換えられていった。 ウアロやプリニウスによると、この転換はライバルである、アレクサンドリア図書館のペルガモニアのパピルス金油が原因であるとされているが、実際にはそれよりずっと以前から洋皮紙は使われ出しており、また、アジアの一部でもパピルスは栽培されていた。インクが染み込みにくいので、書き損じは削って直せるという利点があり、そのため、公文書などが改ざんされることもしばしばあった。 また古い写本は表面を削って再利用することがあった。このように再利用された写本のことをパリンプセストと呼び状態によっては元の文書が判読可能な場合がある。インクとして中世には砕いた模色紙を水で溶いたものとアラビアゴムの混合物をススまたは鉄縁で着色したものを使った。これは退色すると 赤かつ色をないし黄色になった。時に、銅円も使われたが、これは、海力色に退色した。イカスミを使った時代もあった。ペンは、古代には、足が、その後中世にはガチョウなどの羽ペンが使われるようになった。当初洋皮紙の本は、巻物だったが、帝政時代の後期に、洋皮紙を折りたたんで二つ折り、または四つ折りと呼ばれる形にし、 それをいくつか重ねて、板のカバーをつけて、本の形にするようになった。砂は千折った回数で半径を表現していた。この種の本は、コーデックスメンブレナイと呼ばれ、後のコデックスの原型となった。このコデックスという言葉の語源は、木の幹あるいは、木のブロックで、当時筆記用に使われた木の板を指す言葉が転じた、ものであった。筆者は折る前に行うので、 購入者がナイフで折り目を切り離す必要があった。写本の生産は11世紀頃までは修道院を中心に行われたが、後には大学や市政の工房に生産の拠点が移った。古代エジプトでも洋皮紙はパピルスと並行して使われていた。第18王朝のトトメス3世の軍事的辞籍を記したカルナックのアメン神殿の碑文には、 トトメスの初期、ジャネニが羊皮紙につけていた記録に基づいて刻まれたことが記されている。パピルスから羊皮紙に完全に切り替えてしまうことは高く、つきすぎるため、書物や法典のような重要なものには羊皮紙を使う一方、パピルスは手紙や下書きのような日常の、または短い書き物によく使われた。こうしてパピルスは、 非常にゆっくりと洋皮紙,紙に置き換えられていった。13世紀から15世紀にかけて、通常の用途では洋皮紙,紙に代わって紙が使われるようになったが、やはり特に重要な文章には洋皮紙,紙が使われた。現在でも外交文書やある種の証書など特別な用途に洋皮紙,紙,紙が使われるし、特別な本の想定材料や画材としても使われる。洋皮紙,紙は 条件が良ければ千年以上もの寿命がある。植物質のパループ紙を硫酸で処理し、個々のセルロースを主成分とする繊維を防順、密着融合させて、半透明のフィルム状にした、硫酸紙やシリコン加工を施した、偽硫酸紙は薄くて、耐水、耐油性があり、クッキングペーパーやバターの包装紙、トレーシングペーパーなどに使われるが、 これらは偽用皮脂あるいはパーチメント脂と呼ばれることがある。また、高級感を持たせる目的で、かすかな模様を入れたり、手触りを、用皮脂に似せて作ったりしたものが使われることがある。現在でも用皮脂を作る工房は欧米を中心に、少数が残っており、画材や外交文書、宗教文書などの技典用として、用皮脂を供給している。価格は品質により幅がある。 ありがとうございます。